チのピンチの連続。そんな時ウルトラマンが欲しい。自分のパワーを信じて飛び込めばきっと掴めるんだ。勇気の光ぬぼれるなよ。邪悪な願い最後の力が枯れるまでここから一歩も下がらない。ギリギリまで頑張って、ギリギリまで踏ん張って、どうにもどうにもどうにもならない。そんな時有数の恐竜化石の発掘地である福井県手取群層から恐竜の卵と思われる化石が多数発掘されました。積み込みのスピードかなりアップしたな。クレーンがあんのにどうして僕が。日本男児が弱音を吐かない。ああ危ない。ほとんどにまた別の生物の卵が見つけられていることが確認できました。吉田さん何が起こってるんですか。絶滅した理由の一つに。吉田リーダー、恐竜とかマンモスとか絶滅した動物に関すること大好きなんだよ。そう、顔の割にロマンチスト。他の生物が寄生した状態で恐竜の化石が発見されたのは世界で初めてのことです。この化石は恐竜絶滅の謎を解明する材料にもなり得ます。絶滅。何億もの時の間地球に君臨してきた生物が絶滅する。え、たとえそれが自然環境の異変によるものであっても不可解なことだと俺はいつも思うんだよ。それがいつか人類にも訪れるんじゃないかともね。吉田さん、何するんですか。いやー、ガラダムのセリフがやったら気持ち悪くなっちまったよ。お、その日のために体を鍛えておこう。じゃあトレーニングルームに行ってみようか。3人の脳みそ鍛えましょうよ。菅井助教授、菅井です。菅井さんがお見えになることは伺っておりますが。何か。いえ、伺っていたよりお若い方だな。あ、失礼しました。どうぞ。ある環境を支配してきた生物が一斉に淘汰される。それが地球の意志。いや、それが破滅将来体の襲来によるものだとしても、その要因となるものは。今の人類は自然の頂点に立つには自己中心的すぎる。カジオさん、頼むから EX のコックピットにいるときに今みたいにボーっとすんなよ。巻き込まれたら迷惑だ。はい。眉間にしわ寄せて何考えてんだ。厄介なことか。梶尾さん、破滅将来体のせいとはいえどうして怪獣たちが出現するか考えたことありますか。
これはこの結果が事実なら。そうです。卵の中に寄生している生物は仮死状態、まだ生きてるんです。卵のような形態をしているが実際はゲル状の固形か、アメーバの一種か。まだそれは何とも。だがただの単細胞生物とは思えないな。 DNA のサンプリングは。いえ、まだ。では僕がやろう。どうですか。分からん。そうですか。もともと考えるのはお前の仕事だ。そうですよね。ただ怪獣も地球の生物とするならば、それが人間社会にふさわしくないからといって無限に殺すのはどうかと思う時もある。梶尾さん。だがな、その怪獣によって殺されたり家を失ったり、さまざまな理由で涙を流す人たちがいる。俺はパイロットだ。考えすぎても仕方がない。ただ戦いの場においてはそういう人々のことだけを考えることにしている。伸びるぞ、食え。はい。頭だけで考えても人は救えない。梶尾さん。なんだよ、なんだよ気持ち悪いな。俺そういう趣味ないからな。違いますよ、そんな。ね、ジオベースからの通信だ。例の化石の調査結果ですね。正確には調査経過の報告書だ。これは化石に寄生した生物は生きている。津田博士から通信が入りました。博士、このデータが確かならばこれ以上進んだ研究は危険を招く恐れがあります。もちろんです。即刻研究は中断するつもりです。くれぐれも化石の保管は厳重にお願いします。わかりました。藤宮さんですか。ええ、ここには来ませんでしたか。はい、外部の方は入れないことになっておりますし。そうですか、ならいいんです。では。あの、すいません、ひょっとして高山ガムさんですか。そうですけど。お渡しするように言われてたものがあるんです。東西大学の菅井助教授から。菅井助教授。何です、それ。三原さん、この大学に駐車場は。ありますけど。違う、これだ。大丈夫ですか。この人は。私は東西大学の菅井。なんでこんな上に。寒いし、暗いし。菅井さんになりすました男は何を。あの、 DNA をサンプリングしてレポート作って、それであの、私渡しちゃったんですけど。遅かったな。暗号解読に手間取ったか。これは微生物の遺伝子情報、
ゲノムを簡略的な文法にしたものだろう。繰り返しや規則性に文字や数字を当て込んでいけば簡単に読み取ることができる。さすがアルケミースターズ。あの生物の遺伝子をどうするつもりだ。これのことか。こいつの遺伝子はとても不可解なものだ。その環境により植物的にも動物的にもその姿を変化させる要素がある。言うなれば絶対生物。絶対生物。こいつの名前はゲシェンクと名付けた。ドイツ語で贈り物。いい名前だろ。贈り物。そちらのデータはコード番号22559で取らせて、はい、じゃあもう一度検証します。はい、こちらにちょっと合わせて。これは記念に取ってあるだけだ。俺が手を下さなくてもゲシェンクは勝手に目覚め勝手に行動する。どうした。数をある程度調整したらゲシェンクは次に破滅将来体を迎え撃つ。そして全てが片付き存在理由がなくなった時再び長い眠りへと入る。また出現しなければならない時が来るまでゲシェンクはまさに地球のための大切な贈り物だよ。チームライトニング出撃。ガム、ポイント 218L3 に怪獣出現。了解。藤宮、何を。しばらくここにいてくれ。ゲシェンクの復活も破滅将来体の出現も全て人類が呼び起こしたことだ。結局人類は増えすぎたんだ。大いなる淘汰を人類自身が求めているんだよ。攻撃開始。了解。了解。悪いなガム。僕は誰も失いたくない。奪われたくもない。藤宮、君にはいないのか。失いたくない人が誰も。君は地球のためを強調するが一番簡単な方法を取ろうとしているだけだ。もっと悩んでもっと苦しめば地球も人類も全てを助ける方法がきっとある。チームハッキュリーズ出撃。
ちのスピンが着地成功。ライトニング各機低空飛行しろ。え、余計なものを始末してやるってことよ。了解。撃て。吉田リーダー感謝。そういうセリフは田中に勝ってから言え。海事は東京に向かって進路を取っています。ライトニング、ハーキュリーズ、なんとか食い止めるんだ。了解。スティンガー前進。巨大な恐竜には寄生することで滅ぼし、人類に対しては巨大怪獣となって一掃か。このままではゲシェンクは必要に応じて個体数まで増やしてくる。くそ、守りたいんだ。僕は人類を、そして地球を守りたいんだ。僕は守りたい。いや、守ってみせる。角から鋼弾が発射されるのか。あの角をやれば。バルコムゾアロン。無駄だ、ガム。ガム、人類は淘汰されるべきなんだ。これは避けられないことなんだ。
前の敵はウルトラマンだけじゃないぜ。食らえ。今俺らどっち向いてんだ。ハーキュリーズをなめんなよ。トルネードミサイル発射。この角を狙え。俺に任せろ。がなくなる。みんな窒息してしまうのか。その時海は光り、奴が襲ってくる。次回ウルトラマンガイア、陽光の海出撃だ。セイレーン7500。